トレンドを追っかけることほど無意味なことないもんね。トレンドが寄ってきてくれるのを祈るしかないよね。本来だったら貫き続けて、ひょっとしたら生涯の目標なのかもしれないんですけど、それ1個と、もう1個はもっともっと下の世代のやつらと音楽を作ったり、そういうのが出てくるときに生きやすい空気を、それは作りたいなっていう、その2つかな。自分自身としてはもう贅肉を落とした音楽を。